今日私は創世紀15章8節から11節の御言葉を通して神様に出会う道神様に出会う道という題名で御言葉を語りたいと思います私たち人類がアダムの堕落によってエデンの園から追い出されましたその後にですね人生は神様に出会うその道は 祭壇を築くことによって礼拝を捧げることにありました祭壇を通して行われたその礼拝の絶頂として来られた方がイエス・キリストです旧約での生贄がイエス・キリストに出会う神様に出会う道でした神様に戻っていくことができる道がこの旧約で行われていた生贄礼拝なわけですね 今でいうと私たちが今捧げている礼拝が神様に出会う道であります聖書で最初初めて、えー、生贄を捧げたのがカインとアベルですねユダヤの、えー、言い伝えによるとカインとアベルは最初のその生贄をケルビムとまた、えー、炎の剣の前で捧げたと語られています 創世三章二十四節を見るとケルビムとまた炎の剣を持って、えー、そのそのの中に行く道を守られたと語っていますよねカインとアベルはその前で捧げたと生けを捧げたと語っているわけですではなぜこのケルビムとまた炎の剣の前で捧げ物を捧げたのでしょうかそれは、えー、アダムの家族は 捧げ物を捧げることによってエデンの園の中に入っていく道が開かれることを願っていたということを意味しています。生贄の備えものさ捧げ物の目的というものはエデンの園の中にまた戻ることです。神様の前へと戻ることがこの礼拝の目的なわけですね。これは6000年前の昔話ではありません。 今私たちが捧げているこの礼拝も同じです。6000年前の、えー、そそな捧げ物と同じであります。方式が、方法が少しは違いますけれども、カインが、またアベルが捧げた捧げ物も、また私たちが今捧げているこの礼拝も同じものであると語っています。ですから、この礼拝も目的もですね、エデンの園の回復にあるということを、 私たちに示しているわけですそして聖書で出てくるさ、えー、生贄捧げものはエノス時代の捧げ物がありましたね。創世記4章16節を見ると、摂が子供を産んで、えー、その名を、えー、エノスと名付けたと語っていますね。カインがアベルを殺しました。そそしてその、うん 代わわりにです、ね、節をくださったわけですそして、節がエノスを生みました。そのエノスの時から、えー、主の名を呼んだと語っています。この主の名を呼んだというのは、その時から公式的な、正式的な礼拝が始まったということを意味しています。家庭礼拝ではなく、私たちの今の捧げているこの礼拝のように、ある場所に多くの人が集まって、規則的に、 また公式的に礼拝を捧げることになったということを示しています。それがエノスの時であると語っていますね。このエノスという名前の意味はですね、弱い人、死,ぬ、えー、死に至る人間という意味があります。死に至る人と。アダムがエノスの名を挫折が。 エノスの名をつけるときにそいろいろなことを考えながら名前をつけたでしょう。ですから、説はですね、私たち人間は堕落して自分自身で救いを得ることはできないと。私たちは力のない弱いものであるということを悟って、私たちは神様に戻らなければならないと。また神様,を神様をつかみ、神様に願い求めて、神様の恵みによって救いを得なければいけないということを告白するのが、 この説がエノスをエノスと呼んだ理由なわけですね。礼拝を捧げ始めたのは、同じような信仰を持って集まって、神様の前に救いを求めた集まりだったということを意味しています。私たちを助けてください。私たちを救ってくださいと。それが礼拝の始まりなわけです。 そしてその次に聖書ではノアのささげものについて記録されています。ノアが洪水が終わってから箱舟から出ました。そして箱舟が出てからすぐ祭壇を築いてささげものを捧げましたね。それが創世紀8章20節に記録されています。21節を見ると主がそのささげものを受け取られたと語っています。 そして、その捧げ物が神様の心を動かしました。そして、もう二度とすべて生きたものを滅ぼさないと約束されましたね。ノアの捧げ物は神様の怒りを収め、裁きを止め,止める役割をしたということです。ですから、私たちが捧げるこの誠の礼拝というものは神様の心を動かすものであります。 礼拝をしっかりと捧げるならば、祝福を受けることができるんです。なぜならば、神様の心を動かすことができるからです。私たちが間違っていたならば、間違いを悔い改めて、祈るとき、礼拝を捧げるときに、そのすべての祈りに応えてくださると約束されているわけです。そして、ノアの次にですね、アブラハムの捧げ物を見ることができます。このアブラハムは、 礼拝の生活を実践した人でありますアブラハムの人生は一言で言うと祭壇を築きまた天幕を張る暮らしだったということはできますアブラハムはいつも祭壇を築き天幕を張るそういう暮らしをしていました神様を恐れ敬いながら礼拝を捧げることを意味していますまた天幕を張るということは 旅人として、気流人,人として歩むことを意味しています。アブラハムはどこに行くにしても、まずは礼拝を捧げる暮らしをしたわけです。ですから、祝福を受けたわけです。では、今日の本文を見ると、この松明の契約を、契約する前、結ぶ前にですね、アブラハムと約束された内容について記録しています。 アブラハムは捧げ物を捧げなさいと命令を受けましたね。なぜ生贄を捧げろと神様から命令を受けたのでしょうか。創世記15章8節に記録されています。神様はアブラハムに私があなた方の子孫にこの金の地を与えると約束されました。しかし神様はアブラハムは神様に少し疑うわけですよね。節を見ると どうやってこの地を受け継ぐことを知ることはできますかと神様の前に語りましたね。神様に神様を疑ったわけです。ですから神様は生けを捧げなさいと言われたんですね。アブラハムが神様のことを信じなかったから。礼拝というものは罪を許す力があることを意味しています。 アブラハムのように、私たちの不信仰を、また信仰に変えてくれる力があります。ですから、礼拝が祝福の道であり、礼拝が神様に出会う道であるわけなんですね。イザヤ59章2節を見ると、罪が私たちと神様との間を隔てていると語っていますよね。ですから、神様はいくら祝福をくださっても、その隔てがあるから私たちには来ることはないわけです。 ですから、その罪という隔てを取り除きなさいと、そうすれば祝福が私たちに与えられるということを聖書は語っています。それが礼拝を通して与えられるわけです。今日、私はアブラハムが捧げた捧げ物について見てみたいと思います。まず大きな一番目に、アブラハムは荒い鳥を追い払いました。猛禽類ですね、荒い鳥を追い払ったと、創世紀15章、中意説にあります。 その当時の捧げ物はですね、生贄を持ってきてそれを、えー、刻むわけですよね、咲くわけです、切り裂くわけです。ですからそこにその鳥が集まってくるわけですね、その生贄を食べようと、えー、集まってくるわけですけれどもそれは、それをアブラハムは追い払ったわけですよね、そして神様の臨在を求めたわけです。神様の えー、答えがです、ね、遅れることも多くありますしかしそれまで待ちながら私たちはこの荒い鳥を追い払いながら待たなければいけないということです。荒い鳥というものは闇の勢力を意味しています。私たちも礼拝を捧げていますよね。この礼拝を捧げるのに、えー、妨害するあらゆる荒い鳥が多くあります。世の中の心配事や憂いいろいろな問題がありますよね。 例えば、もう何か支払いをしなければいけないとか、経済的に大変だとか、また子供たちの心配事だとか、いろんな荒い鳥、猛金類があるわけです。それを追い払わなければいけないわけですよね。皆さん、天気がいいですよね、今日。海にいて遊びたいとか、ゴルフに行きたいとか、いろろな考えがあるかもしれません。それもすべて荒い鳥なわけです。 皆さんボーリングああ、ボーリングじゃなくて、ピ、えー、リヤードする人は人、人の頭を見ても、そのピリヤードの玉に見えるというんですね。しかし、そういうものすべてを追い払わなければいけません。世の中のことを追い払って、また、教会に来ると眠くなります。礼拝を始めれば、いきなり眠くなるわけです。なぜで,でしょうかまた、説教が終わると、目を覚ますんですね。なぜでしょう また教会ではいろいろな口が言葉が言い換えるわけですよねそういうものすべて追い払わなければいけませんそういうものを追い払いながら神様の臨在と答えを待ち望まなければいけないということですですから礼拝というものは集中しなければいけません他の考えはすべて置いておいてですね礼拝の時間はくださる御言葉に集中して また賛美をするときも集中して賛美しなければいけません。歌詞を考えながら、恵みを受けて祈りながら賛美するべきなんです。2二番目は、神様は3年目の生贄を要求されました3年目の生ねを要求されました。この御言葉が創世紀15章9節になります。神様は3歳の目牛、3歳の目やぎ、3歳の えー、お羊を要求されたわけですよね。なぜ3歳3歳と3年目を求められたんでしょうか。これは獣が生まれてから3年目になると子供を産むことができる成長した、えー、成熟したものとなるからなんですね。ですから成熟して一番良い状態の獣を捧げなさいと語っておられるわけです。 一番簡単に言うと、一番おいしいものなんですね。また一番高,高価な時この捧げ物というものは、捧げる人自身を表しています。アブラハム自身を意味しているわけですよね。3年目のいけにえというものは、自分の一番良い姿、最高のもの、最善のもの、えー、を礼拝を捧げなさいという意味です。 2番目の、えー、ポイントはですね、えー、集中して最善を尽くすことです。皆さん、献金を捧げるときに、昔はですね、アイロンをかけて新品のように、診察のようにして捧げていました。また、英語でもサンデーベストという単語があるんですけれども、一番良い、えー、服をですね、サンデーベストと言います。 それは日曜日に服を着る着る服だからサンデーベストというんですねアメリカでもそうやって日曜日に最高のものを着て行くわけですしかし最近はそうではないわけですね <laughs> 私が、えー、LA ロサンゼルスにいる時に大きな評価に行ってみたんですけれどもカリフォルニアだからはかもしれませんけれどもスリッパを履いて礼拝を捧げたり また礼拝終わってからすぐにピーチに行けるようなそういう姿で礼拝を捧げに来ているのを私は見ました本当に心からそうやって礼拝を捧げようとしているでしょうか私たちがもう高い服を着なければいけないとかそういうことではありません心を尽くして神様の前に最善を尽くして礼拝を捧げているのかを語っているわけですよね実りというものは 川が先にできます実りを結ぶときに、実りが先に出てきる機能ではなくて、川が先に作られて、その中に実りが実るわけです。私たちも同じように、形式的なものが伴わなければいけません。時間を守ること、礼拝の時間を守ることも重要ですよね。 皆さん、幼稚園に行って何を学びますか家,に家から学校に行って、友達に出会って、また戻ってくるのが終わりなわけです。それ,だけそれが全てです。しかし、それが実りの川なわけです。川、基本的なことなんですね。今日も5月2日、子どもの日の礼拝を捧げていますけれども、子どもたちに礼拝の習慣的な基礎を教えなければいけません。 そういう礼拝の姿が私たち多くの子どもたちに遺産として残さなければいけません礼拝を捧げることをしっかりと教えなければいけませんなぜならばそれが祝福の道なわけですからね私たちの教会の両親はですね礼拝のこの習慣をしっかりと子どもたちに教えて 祝福ををを受けるる道を開いていてく皆さんとなることなこしま,すまた3年という表現はですねイエス・キリストを表しますなぜならばイエス様は3年の交渉外を歩まれました3年間の交渉外を通して御言葉を伝えられてから十字架にかけられました完全な捧げものとしていけねとして自分自身を捧げられたわけですよね 完全な犠牲を捧げられたわけです。それが私たちが習わなければいけない礼拝の姿です。ローマ12章2節を見るとあなた方はこの世と妥協してはならない、むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の身旨であるか、何が善であるか、神に喜ばれ、かつ全くことであるかをわきまえ知るべきであると。 語られていますねまた、中二章1節を見ると、生きた聖なる備え物として自分の体を捧げなさいと語っています。私たちの心と体とすべてのものを神様の前に捧げるべきであると語っています。ローマ書12章1節です。また、3つ目に、生贄にを切り裂きなさいと語られました。生贄にを裂きなさいと。 この理由はですね古代の近郊地域ではですね契約をする時に今の時代であるならば契約書にサインをするわけですけれどもその当時は契約をする時誓いをする時に獣を裂いてですねお互いのそのお互いがですね契約をするお互いがその裂いた獣の間を通り過ぎました。 通り,過ぎならば通り過ぎながらこうやって言うんですね。この契約を守らなければ、この獣のように裂かれることになると言いながら、その間を通り過ぎるわけです。必ず守るということを誓うわけですね。そして神様はこの獣を避きなさいと言っておきながら、神様を象徴する松明だけがその獣の 間を通りましたアブラハムは通ってないんだわけです神様の松明だけが過ぎ去りましたこれはどういうことかというと神様が全てを責任を取るということですこの松明の契約というものは神様が一方的に約束を守ると誓われた内容でありますイエス・キリストが十字架にかけられて死,死なれることによって その生贄にえをいけとして捧げられたわけですよね。今日の本文を見ると鳥は咲か,咲かなかったと語っていますね。レビキを見ると立法では、えー、他の捧げ物は咲くわけですけども鳥は咲かないわけですね。ですからその立法の通りにしたわけです。では切り咲くというのは私たちはどういうことを意味していますか切り咲くとは。 それは、誠の礼拝というものは、私たちの肉の欲が死ぬことを意味しています。誠の礼拝というものは、私たちの欲が裂かれなければいけないということです。ガラテヤ5章28節を見ると、イエス・キリストの人々は、欲を十字架につけたと語っていますね。また、ヨハネ4章。 24節を見ても、えー、礼拝は、礼と誠と思って礼拝すべきだと語っていますよね。礼と誠と思って。礼拝というものは礼と誠と思って捧げるべきものなんです。私たちの肉の欲があるならばですね、その礼を妨げるわけです。ガラティア5章17節を見ると、 何て書いていますかこのカラティア5章17節に肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからであると。二つのものは互いに相からうと語っています。人間の欲があるならば、御霊がなそうとするその礼拝を捧げることはできないように妨害すると語っています。ですから礼拝に来る前には私たちの欲を捨てて、 全てを置いて来なければいけないということです。肉の欲に満たされているならば、誠の礼拝を捧げることはできないということを意味しているわけです。聖書では、この肉の欲をですね、獣と語っています。獣。獣の属性であると。各自、御霊の欲もあれば、えー 肉の欲もあるわけですよね。しかし、ある人は、例の欲がなくなり、肉の欲が100%あるとしてください。そう考えてみると、聖書ではそのような人を獣であると語っています。肉の欲に従って歩む人を獣だと語っているんですね。獣だと。 旧約ではその獣は生きて聖殿の中に入ることはできません必ずその庭でですね妻子の前で殺してその血だけを聖,書聖女に持ってくるわけですこれは今日何を意味していますか私たちが教会に来るときに聖殿に来るとき自分の肉の欲を 捨てて殺してこなければいけないということを意味しています。最後の時聖書で予言するには100、100%欲を持った人間の欲を持った者たちが聖殿の中に来ると語っています。マタイ24章15節を見ると、イエス様は、あらす憎むべきものであると語っています。あらす憎むべきもの それが聖なる場所に立つのを見,る見たならば、世の終わりが来たということを悟りなさいと語っています。そうすれば、その時には山に逃げなさいと語っていますね。獣がこの祭壇に立って、自分の言葉を神様の言葉のように伝える時が来ると語っています。それが終わりの日です。今私たちは この教会に来るとき、聖殿に来るときに、自分の肉の欲を捨ててこなければいけません。礼拝というものは、人間の考え、人間の心、人間の欲をすべて殺す、そういう訓練の場所であります。ですから、ローマ人の手紙、8章6節を見ると、肉の思いは死であるが、 例の思いは命と平安であると語っていますね。ローマ・人への手紙86節に。また、詩編51編17節を見ても語っています。詩編51編17節を見ると、神の受けられるにえは砕けた魂ですと。神よ、あなたは砕けた、悔いた心をかろしめられませんと語っていますね。皆さん、謙遜に 悔いい改めるるその心を神様は受け取られると語っています私たちは自分の考え自分の肉の欲全て捨ててこの教会は霊なる、えー、銭湯ですここはこの教会は聖なるレントあン霊なる銭湯なんですけれども銭湯に来て自分だけ服を着ていたらどうなりますか皆さんアメリカの人はですね銭湯に行くと、うん、みんな隠すんですよね 教会に来るときはすべてを捨てて脱ぎ捨ててえ来なければいけないしかしこの銭湯は同じ服を着るのではなく出ていくときは白い衣を着て出ていくと語っていますそれが教会です私たちの肉の欲傲慢 悪い考えや心配事や自分の悪いそういう性格を全て捨てる場所がこの教会です。しかしそうすることができないから教会に来てお互いに苦しめ合うわけですよね。また口では言わなくても目で人を判断することが多くあります。あの人より私の方がまたましだと。 あの人はまだまだだとかいろいろと自分で評判すること批評することはありますよね評価することはありますそういうものを捨てなさいと語っているわけです教会に来てこの礼拝を捧げることによって私たちは聖なるものとして変わっていく訓練をしなければいけないと語っていますそれが礼拝の姿ですまたそれが一番大きな祝福であると語っています聖書で語っている祝福というものは 逆説的な真理を表し,表しています高。高くなりたいならば一番低くなりなさいと。指導者になるためにはまず下辺になりなさいと。祝福を受けたいならば与えるものになりなさいと語られましたよね。与えるものが受けるものよりも祝福を受けるものであると語っています。また一番大変なのは 自分の命を得るためには自分の命を捨てなさいと語っていますよね。それがイエス・キリストの御言葉です。また16章、25節になりますよね。また16章、25節に。結論的に、イエス様は最後の変化について語られました。変化することについてこう語られましたね。 ルカによる福音書17章3十3節から34節にありますルカ17章3十3節から34節を見るとその夜2人の夫が1つの寝床にいるならば1人は取り去られ他の1人は残されるとまた2人の女が一緒に嘘を引いているならば1人は取り去られ 他の一人は残されると語っています。私たちは取り去られるものとならなければいけません。この世に残っていてはいけないわけです。この御言葉を語ってからどうなりましたか弟子たちは、えー、尋ねましたよね。主よと。それはどこで起こるのですかと尋ねました。また、ルカによる福音書17章、37節になりますね。 ルカよ12章17章37節。弟子たちは主よそこはどこであるのですかと尋ねた。するとイエスは言われた。死体のあるところにはハゲタカが集まるものであると語っています、えー。いきなりおかしなことを語られたんですね。どこですかと言ったのに、死体のあるところにはハゲタカが集まるものであると。これが正確な答えでした。 イエス・キリストの答えはですね、死体のあるところと語っています。死体のあるところに変化の働きがあると。これはどういう意味かというと、捧げ物があるところという意味です。自分の体が肉の欲が死んだということです。人間の考えすべてなくなったこと。自分自身が死んだ時に変化の祝福が与えられるということを意味しています。シト・パウロが 1> 第1コリント15章31節で御言葉を語られたように私はいつも死ぬと語っていますよね。私はいつも死ぬんであると。これはパウロが毎日生け贄となって死体となったということを意味しています。人間的なすべての姿を殺していたと。そういう人は変化の準備がなさ,されているものであると語っているんですね。では、 この御言葉が私たちの礼拝についてどのような教訓を与えるでしょう一つなんですけれども、礼拝というものは、各自自分が、捧げ物になる訓練であります。礼拝というものは、礼拝は、捧げ物になることです。私たちが捧げ物になる訓練をする場所が礼拝です。死ぬわけですね。 6日間はこの世の中に出ていて一生懸命力を尽くして働いて生活していますけれども世の中ではいろいろな問題を起こしたりまた悩みがあったりいろいろありますけれどもこの1週間のうちの1日だけは主の日だけは神様の聖なる宮に来て全てを置いて聖殿に集まって 自分の考え、自分の欲を殺す礼拝を捧げること、それが礼拝なわけです。生贄にえとなる訓練をするのがこの手術の礼拝なわけです。水曜礼拝も同じですし、蒼天礼拝も同じです。礼拝を通して私たちが死ぬ訓練をするわけです。そうすると、私たちが首都パウロのように私たちもそういう生贄にえとして捧げられることになることを意味しています。 そういうところに祝福が与えられるわけですね。愛する皆さん、私たちこの教会は、霊なる死体によって満たされる場所とならなければいけません。礼拝を通して、本当に神様の前に捧げるときに、変化の祝福を受けて、主が来られるその日、死ぬことなく生きて変化する皆さんとなることを、主の身をもって祝福いたします。祈ります。 愛する父なる神様、感謝いたします。今日も聖なる主の日、特に子どもの日を迎えて、誠の礼拝が何なのか、また神様,を神様に出会う道がどのような道なのかを悟らせてくださり感謝いたします。私たち、ネルプルン教会、すべての信徒は、死体となって神様の前に、 シトパウロのようにいつも自分の人間の欲を殺す捧げ物となることはできるよう導いてください。私たちの人間の欲を人間の考えを捨てて神様の前に犠牲となり謙遜に神様の御心をなしていく信徒となることはできるよう導いてください。また私たちの中にあるすべての祈りの課題も 答えられますようにまた全ての問題が解決されますように世の中で暮らす時にどんな時にも神様が責任を持って祝福してくださることはできるよう祝福を受けることはできるよう導いてくださいまた子供たちも神様が守ってくださって礼拝の習慣を身につけ神様から喜ばれる 生贄ねとして捧げられていくことできるよう導いてください。礼拝を通して祝福を受けるすべての家族となることができるよう導いてください。すべてを感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン